冷凍 OK。 はい、やってまいりました、この冷凍チャンネル。このチャンネルではこのおすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単で便利な冷凍テクニックを教えております。今回やるのは茹でない下味冷凍パスタです。茹でなくていいパスタなんですね。しかも冷凍テクニックっていう、以前に私の動画でも水漬けパスタっていうのを紹介したんですね。パスタを水につけて柔らかくなった後に冷凍しておく。でそれを小さなお鍋でもいいので沸騰したお湯で、2分ぐらい茹でればもう簡単に時短になるってことですね。茹で時間が短縮になるということで、水を吸わせた水漬けパスタ、冷凍パスタご紹介したんですが、ちょっとその考えを利用した茹でない下味冷凍パスタっていうのを作ったんですね。これをね、ぜひね、知ってほしいなというふうに思います。今回水だけではなくてですね、もう味付けとか具材も入れちゃおうっていう、例えばマカロニとかペンネみたいな、いわゆるショートパスタに水も入れつつも、例えば牛乳とかトマトソースとかも加えて、あとはベーコンとかそういった具材も入れちゃうんですね。でその状態でちょっと水を吸わせてから冷凍すると。でしかもこれのね、おすすめなところは本当にもう茹でなくていいんですね。冷凍したものをフライパンで加熱をすると完成しちゃうっていう。で実際に作り方をご紹介したいと思います。まず1品目紹介するのはトマトソースペンネ、これを作りたいと思います。本当にトマトソースの本当にオーソドックスで、ちゃんとトマトの味を感じる、そんな料理ですね。でそれを下味冷凍パスタ、ぜひやっていきたいと思います。でここに、玉ねぎ 50g 置いてます。でさらに、ベーコンですね。ベーコンを入れると旨味が出てくるので、それがペンネとも相性いいので、このベーコンも入れたいと思います。でここで、カットトマトですね、これを 200g 入れます。もう直接注いじゃいます。ここで普通の水を入れるんですね。で実はこれが結構ポイントで、水を入れることでペンネが水を吸ってで柔らかくなるんですね。カットトマトだけだと、濃度が濃いので実はあまりこう染みていかないんですね。ですのでこの水、普通の水を入れるってことが一つポイントですね。水は、100ml ですね。でここにオリーブオイルですね、これ大さじ2入れます。でこのオリーブオイルを、あらかじめ入れておくことで、調理するときにも油がいらないんですね。そのまま調理すればもうできちゃうというところですね。あとここで入れるのがコンソメの顆粒タイプ、水に溶けるタイプですね。で実を言うと、これを入れるとただの水を吸ってしまうと、やっぱりちょっと味がぼやけてしまう部分があるので、このコンソメを水の中に溶かしておくと味がぼやけず美味しくなるので、結構ね、ポイントではありますね。こちらですね、入れます。あとは一応その風味付けということで、乾燥のバジルですね。入れる具材とかは結構皆さんお好みでいろんなものを入れていただいていいんですけども、結構ポイントなのは水を入れるってことと、あとこのコンソメも使うってこと、ここがポイントかなというふうに思いますね。全ての材料を入れたんですけども、この後、こうひっくり返してもらって、ちゃんとコンソメが、水と混ざるように混ぜてほしいんですね。もみもみと。このペンネ尖ってるのであんまりこうギューってやっちゃうと腐っちゃうこともあるので気をつけてほしいなって思いますね。こういった感じで、中を混ぜた後なんですけども、空気を抜きます。真ん中に空気穴を作って、あとは閉じします。中の空気を下からしっかり、追い出して、で追い出した後に封を閉じると、でも冷凍保管中の乾燥酸化も防げますし、このペンネがしっかり水に浸かるっていうメリットもありますね。でここでもう一個ポイントなのが、この立てた状態で実は1時間置いてほしいですね。でここでパスタに水分が吸われるんですね。その後冷凍したいと思います。2品目の下味冷凍パスタなんですけども、クリームマカロニパスタを作りたいと思います。でこちらも手順は一緒なんですが、実際に作ってみたいと思います。マカロニは 60g ですね。でここに、ベーコンを30g 入れます。でさらにしめじを、50g 入れるんですけども、ちょっと食べやすいようにちょっと小さめにカットはしてあります。
でここに、まあ、牛乳を 200ml、まあ、ここに直接注ぎます。まあ、牛乳だけではなくてこちらも水を 100ml 入れます。まあ、コンソメですね、まあ、顆粒のコンソメを小さじ1入れます。でこちらもコンソメが、まあ、混ざるように揉んでください。こういう感じですね。この中の空気をしっかり取り出します。でこれで、まあ、同じく1時間放置するということですね。これでしっかり水分をパスタに吸わせます。ということでね、1時間経ちました。まあ、これを冷凍するために、まあ、薄く平らにしてほしいですね。まあ、こういった感じで。まあ、こんな感じですね。こちらを冷凍します。まあ、冷凍するときに、まあ、こうやって薄く平らにしてもらえればと思います。まあ、しっかり凍った状態がこの状態です。でもね、本当にカチコチに凍ってます。まあ、こうやって薄く平らにしておくと、まあ、収納もこうやってしやすくなるので、まあ、これをもう下味冷凍したパスタとして、まあ、冷凍ストックしておけばもう作るだけなんですよ。本当に簡単。じゃあこれをねどうやって解凍するかっていうと、電子レンジで少しだけ溶かして、まあ、ほとんど凍った状態でいいんですけど、それをフライパンでもう直接加熱するんですね。お湯で茹でる必要はないっていう、それがね魅力的なんで、ね、ぜひねやり方をお伝えしたいと思います。でまず電子レンジにかけるんですけども、この口の部分ですね、ちょっと空気穴を開けておいてください。口を少し開けて、でその状態で電子レンジにかけます。で600ワットで、まあ、2分ですね。でまあしっかり溶かす必要はないんですね。ですのでまだ凍ってる状態で OK です。でも電子レンジで2分ぐらい加熱すると、まあ、ほんのり手で折れるぐらいには柔らかくなるので、その状態から始めてもらうといいですね。まあ、ちょっと入れるときにまあ、こうやってちょっと折ってですね、まあ、ちょっとほぐして入れてほしいですね。でこの状態で最初は強火にします。強火でもう2分ぐらいですね。で2分ぐらいはもうね放置で大丈夫です。このまま ほったらかしで水が出てくるので、まあ、それでさらに溶けていくんですね。まあもともとオリーブオイル入れてるので後から何も足さなくても量になるっていうところはこれおすすめですね。ちょっと火がかかってきたらほぐしてほしいですね。凍った状態で、まあ、ひっついてる部分もあるのでちょっとほぐしてもらうといいですね。でほぐした後は、まあ、ちょっと中火に落としてさらに6分ぐらい煮込みます。この状態で煮込むんですけど、まあ煮込むっていうかここで茹でてるって感じですよね。だからまあ茹でないって言ってるんですけど、ここで茹でてるような感じっていう感じですね。別にお湯を用意してそこでパスタだけ茹でるっていう必要はないので、まあ、ここで煮込んでるっていう、煮込んでるってことですね。だから茹でない下茹でのパスタだと思ってます。で水分が飛んできたらこうやって混ぜます。これで完成ですね。あとはもうお皿に盛り付けるだけですね。で続いてはですね、クリームマカロニパスタ、まあ、こちらの方ですね、電子レンジで少し加熱をします。でこれを、フライパンに入れます。でこの状態で強火でかけます。まあ、同じく強火で2分ですね。まあ、ちょっと凍って固まっているところがあるので、まあ、それをねほぐしてバラバラにしたいと思います。でほぐしたら、まあ、中火にして、で6分ぐらい加熱をします。で水分飛んできたら、まあ、こうやってかき混ぜてください。これで、完成ですね。ということで完成しました。茹でない下味冷凍パスタの2品ですね、作ってみました。まあ、ペンネを使ったトマトソースバージョンと、マカロニを使ったクリームバージョン食べてみたいと思います。じゃあまずこのトマトのペンネの方ですね、こちらを食べたいと思います。いただきます。
うん、おいしい。ペンネがちゃんと柔らかくなってるんですね、これが。まあ茹でてないけど水につけて冷凍しておく。で凍ったままフライパンで調理するだけでも、まあ、パスタにちゃんと柔らかくなってるんですね。まあベーコンとコンソメの旨味がベースであって、トマトソースでも美味しい、まあ、王道の美味しさですね。じゃあ今度ね、このクリームマカロニの方ですね。クリームマカロニですね。はい。いただきます。クリーミーで、しかもコンソメとベーコン、そしてキノコの旨味も入ってるんで、これも美味しいと思いますね。はい、ということで、本日は、まあ、茹でない下味冷凍パスタっていうのをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。調味料と一緒に水漬けにしたパスタを、まあ、冷凍して、あとはフライパンで調理するだけという、まあ、非常に簡単なやり方なんで、だからパスタ料理もすごく簡単になるんですね。で今回、まあ、このトマトとクリームご紹介しましたが、まあ、具材も変えてもいいし、まあ、その味付けもお好みなものに変えていいと思うんですね。ポイントに挙げたところを、まあ、注意してもらえれば、まあ、皆さんオリジナルの下味冷凍パスタ楽しめるのかなというふうには思います。ぜひね、お試しください。この冷凍チャンネルでは、おすすめの冷凍食品であったり、まあ、今日ご紹介したような冷凍テクニック、家庭で役立つ冷凍テクニックをご紹介してますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。